ります？石黒さん情報。ありますあります。うん、女性の漢字ナンバーワンの法則にも例外はあるそうです。結構まあ昔からよく知られている理論で、まあ漢字ナンバーワンっていうのは漢字さんが一番綺麗で、そういうことブサイクを連れてくるっていうのが結構コンパだと怒ると思うんですよね。それはもう常識ですよ。やっぱそうなんだ。これ意外と漢字さんレベルが低い時も結構怒るんですね。例えば漢字さんが中の下だとすると下の上下の字ばか連れてくるとかですね。そういったことは結構あって。で例えばまたそこからつなげて今度下の上のことやると今度は下の中下の下を連れてきたりとかですね、結構負の連鎖が始まるっていう。じゃあもう本当にもうどんどん下がっていっちゃう。下がってこうあるんですけど、どうしたんですか、それどこで止めるんですか。ただですね、下の下まで行くと意外とですね、これがポーンと跳ね上がって急に徐々にこう来ることがあるんで、あ、革命が起きる。だからブサイクは掘れっていうのが自分の持論であります。ブサイクは掘れ、とにかく掘れと。ダーダーン。下の下まで行くと跳ね上がる作用がある時があるんだ。あとはあえて例えば下の中ぐらいの方とコンボ重ねるとだん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 呼び力が少なくなってくるじゃないですか、うん、関係が薄くなって違う進まっていい子逆に出やすくするそういう理論なんですよ。そう毎回毎回がヒットするコンボじゃなくて、はいはい、我慢の時期もある。あ、そうです。ちょっとこれ耐えるコンパっていうのも正直あります。やんなきゃいけないそんなの。耐えるとまた筋脈が出てくるんですよね。あ、消化時代というか、まあ、ちょっと我慢する。なるほど、ね、だからちょっとなんかそのコンパ論みたいなのも。そうですね、うん、まず人数で言いますと、自分は4対4がベストだと思ってまして。4対4なんだ。そうですね。なんでですか。合計8人。3対3でやってしまいますと、うん、どうしてもなんか会話1個になっちゃったりするんですね、うん、全体で1個になってしまって、そうするとなんか喋りに立ちやすい独壇場になっちゃって結構仲良くなりづらいっていうところがありまして。あ、うわ、わかるわ。44だと44だと最悪、まあ一応ジグザグにするんですけど席は最悪 4に分かれて、で自分はサイエンスなんか個別にいちいち話せるのがベストだと思ってるんですね。逆に44なんだね。あ、そうですね。だから5になると多すぎるってことでしょ。55は今度は逆に真ん中の人が難しいんですね。真ん中にポテンシャルが要求されるんですよ。5対5ポテンシャルが要求ポジションポジションとしてね。役割分担でもありまして、そのサッカー理論っていうのはちょっと世の中で結構知られてるコンパの理論であるんですけど、サッカー理論っていうのがありまして、ちょっと知らないな。フォワードとミッドフィルダーとディフェンダー、ゴールキーパー一人ずついるのがいいよっていうバランスがいいっていうのがありまして、4-4。そうですね。どういう役なんですか。まあフォワードはまあどちらかというと結構女性に切り込んでなんか話をするっていう無理やり役ですね。なるほどね。きっかけを作る。そうですね。でミッドフィルダーはまあ一応司令塔でだいたい漢字があるポジションなんですけど、まあフォワードにいいパスを出したりとか、ちょっとディフェンダーもちょっとたまにパスちょっと前線から一つ引いて、そうですね、っていうのがミッドフィルダーで、ディフェンダーはどっちかというと守りというか、まあ言うだけでいいような人で、やっぱりのコンパに絶対人はイケメンは必須だと思うんですね。やっぱ女性のテンションに関わるんで、もういるだけでいいよみたいな。ゴールキーパーは何？ゴールキーパー最後の砦なので、むしろやっぱ場が盛り上がらない時ってどうしてもあるんですよね。そういう時なんか一瞬で場の空気を変える芸とかを持ってる人。あ、それこそもうなんかこうやって食べれるとか、モノマネとか。あと、まあ芸ですね。まあそうですね。芸は何が一番ですか？自分は一応結構いろいろ芸はある。え、石黒さんじゃあゴールキーパー？一応本職がゴールキーパーなんですけど、一応漢字もやるんで、だって守備的ミッドフィルダー兼ゴールキーパー的なポジションで、いやちょっとしゃなんかしあんまガンガン仕切らないんですけど、ちょっと引いて仕切るような感じで。守備的ミッドフィルダー兼ゴールキーパー。そうです。ものすごい運動量だよ。だから結構大変ですよ。結構周りを気にし、4体目の周り他の人も気にしながらこっち盛り上げつつみたいな。ああ、そう。じゃあなんか、はい、絶対その盛り上がる。芸みたいなのあるんですか、特技みたいな。一応やっぱマジックが盛り上がりますね。マジックできんだ、はい、ちょっと見せてもらってちょっと見たいね。あ、よろしいですか、はい、もちろんもちろん。じゃあ一ノ瀬さんにお見せしてもよろしいですか。いや、どうぞどうぞ、それは女性だから、はい、ありがとうございます、うん、ちょっとじゃあ私は、はい、気になるこっち来なさい。すいません、じゃあ失礼いたします。うん、逆にじゃあカードマジックになるんですけど、はい、エアマジックっていう、ちょっとエアでちょっとカードがないんですけど、あるものとしてやるマジックになります、はい、じゃあ見ててくださいね、はい、今カード切ってます。はい、今カード裏向き広げてます、はい、カード1枚引いていただいていいですか。引くんですか。はい、はい、カード引きます、はい、で引いたカード覚えていただいていいですか。見て、はい、覚えましたかね。そうですね、まだ言わないでくださいね、はいはいはい、じゃあ今カードを表向きにしましたんで、カード裏にして返してもいいですか。裏向きで。あ、そうですね、そんな感じで。 あ、はい、ありがとうございます。で今ですね、こちらにちょっとカードをですね、こちらにしまったんですけど、覚えたカード何でした。覚えたカードですか、はい、5のハートです、はい、あ、ハートの5。結構ですね、ハートのっていう方は性格いい方多いんですよ結構ですね、やっぱりその一応ハートの位置がやっぱ多いんですけど、ハートも3番人気ぐらいで、結構コンパでそういうハートを選ぶ方がいたら、自分はこの方性格いいおすすめですっていうプッシュしますね。へー、
で今ハートを選んでいただいたのでここにちょっとカード一組ありまして、はい、まあ、まあいろんなカードがありますよね、はい、いろんなカードがあるんですけど、うん、一番裏向きになってるカードありますよ、引いていただいていいですか、はい、はい、引きました、見ていただいていいですか、見ていいですか、はい、そんな、ハート、はー、手が震えてます、私です恐縮です、すごいね、オリバーマンですね、ありがとうございます、すごいね、名ゴールキーパー、いやー危うく好きになりそうになっちゃったんですか、これはすごい、一ノ瀬君どうよ、すごかったね、いやこれはちょっとポイントかなり上がりますね、ね、はい、いやでもそうだな、食いついちゃう、なんかマジック食いつくよね女性の人って、いや俺ちょっとさロケ行きたくない、コンパしたいよ44で、本当にしたい、あと一人スギちゃん呼んでさ、でもスギちゃんとお前と石黒さんで全員ゴールキーパーになっちゃう、いやさすが、いやでもここまでできて、はい、逆になんで石黒さんが、はい、600戦無勝なのかがちょっと自分でそれはできてた、自己分析は、自己分析一応できてますね、ちょっと教えてもらっていい、うん、まずやっぱりちょっといろんな女性を見すぎて理想が高くなってしまってるってどうしてもありますね、なんで正直言って一ノ瀬さんぐらいの方じゃないともう驚かないというか、あこういう綺麗な方じゃないともうちょっとまあ一もねかなり美人な方だもんね、やめてくださいよ、いややめますいやもう目が超えちゃってるってことだ、そうですね、付き合ったことはまだないんでね2000人以上、まあ、コンパではないですよ、惜しいってとこまで行ったの、はい、でもやっぱりこれだけ会うとやっぱ女性からもたまに気になることはあるんですよ、いやそらそうですいやなんか魅力あるよねさっき喋ってると、本当ですか、でその場合はちょっとなんか自分的に納得いかないっていう、なんでなんでなんでここまで頑張ってこれ買うでちょっとちょっとあの失礼な話かもしれないですけど、もうやめなよ、もう一生結婚できないよまあ確かにそうですね、どんどんあって理想が上がってっちゃうわけじゃん、会えば会うたびに人数結構哲学ぐらいのゾーンまで入ってくるとさ、はい、いい女ってなんだって見すぎちゃうと、いやそうドンで付き合っちゃってそこのなんか物語でやってくんじゃなくなるじゃん、それ臆病にもなるよね多分ね、多分ある領域もあるけど多分その人しか分かんない世界があると思うんですよ多分一郎選手は年間200本だから多分自分の年間コンパ100回みたいなところがあって多分一郎選手も多分一郎選手が分からない悩みがあると思うんですけど、いやいやあるらしいよね、多分自分の事務所が分からない悩みが多分あって待て待て待て、いやいやちょっとどいつが語っていいか分かんないですけど、石黒さんそう一応と一緒にするんだ、うん、一緒にちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、石黒ですよそうですね、石黒でカタカナでカタカナで石黒